さあ世の中なんか動き始めましたかね。私自宅を改装しておうちカフェをやっております。俗に言うサービス業ですから、皆さんが遊びたくなるっていうことは私は忙しいんですよ。まあありがたいことでございます。一時期を考えるとね、ちょっとね新しい動画出せなかったの。もうたかがこんだけちょっとの、今日ねほんとちょっとで終わっちゃうの、これちょっとで終わっちゃうんだけど、これがね編集できなかった、申し訳ない。さあこれを作るなら今でしょ。っていうか今しか作れない。はい、見切り品コーナー行ってきて、秋の果物、柿や梨やリンゴ、これで作る焼肉もしくはしゃぶしゃぶに使えるタレ、味噌味、コチジャン味、オイスターソース味、この3種類紹介します。これをわざと作りやすいようにプラスアルファ風味付けのところだけ違うものを入れるだけで、ベースは全部同じ分量にしといた。果物もね、リンゴって書いてあるけどリンゴで作らなくっちゃとかいうことないですからね。リンゴの代わりに梨にしようとか、梨の代わりに柿にしようとか、そこも変えちゃって OK ですよ。フードプロセッサーかね、ジューサー持ってる？もうすぐできちゃう。で、若干ね、つぶつぶ残っても、これ、ラストね、炊いちゃうから、煮ちゃうから、炊いたって簡単。この分量をね、ドロドロにして、鍋で、グツグツグツって一煮立ちさせればいいだけ。これ、いいよ、いい。私、これね、お正月にね、子供たちが帰ってきた時にこのタレ出してしゃぶしゃぶしようと思って、これがリンゴのバージョンで、これが梨のバージョンで、これが柿のバージョンよって言ったら、なんかさ楽しいじゃない。嬉しくなっちゃって3回も作っちゃった。もう冷凍庫の中にね、自家製焼肉のタレのペットボトルが大量ですよ。ぶっちゃけ1年とかね冷凍庫に入ってたら多分これ持つと思う。でこれ蜂蜜入ってるレシピだから、ちっちゃいお子ちゃんは、蜂蜜ねまだ食べさせてないっていう人には食べささない方がいいですよ。でこの中でね、私が特におすすめするやつ、柿。お勤め品って言っても梨はさほど安くないじゃない。柿ならお勤め品、ズブズブのやつ超安いでしょ。もう捨てるんかこれっていうような値段で、今大量にお勤めコーナーのとこにいっぱいあるでしょ、山持ってるでしょ。柿の場合はね、蜂蜜とか甘み入れなくていい、もう甘い。特に焼肉のタレ甘みが好きっていう人には柿で作るの超おすすめ。これね、今だから、まあ、リンゴはね年中出回ってから、リンゴはいつでも作れる。柿と梨で作るなら今しかない。ちなみにこういうズブズブな柿で作れるレシピ、今日のね焼肉のタレにする以外に、牛乳と混ぜてプリンって作れますよ。牛乳と柿だけ、固めるもの何もなしで本当に固まるから。で見切り品のね、じゃあ梨の場合ね、今日梨で焼肉のタレ作りましたけど、その他にって言ったらね、スムージーにしたら美味しかった。今度ねレシピ動画出します。で梨って切ってジップロック入れてね、冷凍保存可能ですからね、見かけたらとりあえず切って冷凍しといたらいいですよ。スムージーなんてね、ほんと凍ってる方がね氷代わりになって美味しいし。でついでにもう一つ、蜂蜜の保存法ちょっと喋ってもいいです？私蜂蜜ね買って帰ったら、こうやって新しい固まってないうちに口の広い瓶に移し替えるんですよ。どうせこれさ全部使い切るまで随分時間かかるでしょ。と最終的には固まってくるんですよ。この買ったまんまの入れ物の中で固まられると、湯煎にして溶かすしかなくなっちゃうでしょ。出てこなくなっちゃうじゃない。でこういう口の広い瓶だったらスプーン突っ込んでかき出すってことができるじゃない。いちいち湯煎で溶かす必要がないから、蜂蜜買ってきたらまずは口の広い瓶に移し替える、これおすすめ。さあ今日は秋の果物、柿、梨、リンゴで作る焼肉しゃぶしゃぶのタレレシピのご紹介でございました。それじゃみんな作ってみてね。ほなまたね。